皆さんご機嫌いかがですか？イギミンです。今回はロレックスの組み立てをお送りします。まずはゼンマイを香箱へ入れていきます。その黒いものは何ですか？これはゼンマイの油ですね。ゼンマイの香箱の内壁につけて滑りを入れます。新しいゼンマイを入れていくんだね。油を差します。天ぷの穴石といきましょうか。こっちが穴石で、こっちが受け石ですね。これがワンセットです。すっごく細い道具ですが、油はどのくらい塗っているんですか？一応目安は受け石の直径の半分ぐらいの油の量です。で、このここも暖気の車が入るところなんですけど、ここにも油を先に差します。で、2番受けなんですけど、2番受けもやっぱりここは暖気の車が入るところなんで、ここにも。油を差して確認しての繰り返しなんですね。じゃあ分別を組んでいきます。入ってるか仮止めを一回します。コードがちゃんと穴石に入ってるのを確認してからここに入れよう。油ってどれくらい持つんですか？基本は3年以上、それぐらい持つようにしてないとダメですよね。水色のもので何を拭いてるんですか？汚れ、ゴミ、ね、ゴミって普通に使用しているだけで入ってしまうものなんですか？密閉はされてるんですけど、ゴミは入りますよね。では、時計の大敵磁気ってどこから影響を受けるんですか？身近で磁力の強いのはやっぱり携帯電話のマイクのものじゃないですかね。ヘッドホン、イヤホンのところ強いですね。ビート A ですね。基本はこれ 0.0 リゾナンス、ここが繰り返す性ですね。一日の誤差肩振りを調整します。5つの姿勢で日差を測定していきます。ロレックス独自のマイクロステラナットを調整します。再び日差を測定します。この時は平均日差がプラス 4.4 秒でしたので調整 OK とします。針をつけたり、日をまたぐことで日差が変化していくので、その都度調整していきます。針のズレを修正します。細かく修正していくんだね。分針、秒針もつけていきます。ほとんど出来上がってきたね。パッキンは新品に交換します。ベゼルを取り付け、防水テストを行います。ベルトをつけます。前
前にベルト交換の動画で見たやつだ。テープのようなものが見えますね。せっかく仕上げしたのに、バネ棒の金属の擦り傷がついちゃうんで。傷つかないようにしてくれているんだね。修理内容もそうなんですけど、外装で分かる修理内容があれば、ここがちゃんと直ってるかどうかと確認したりしてます。見積もり内容と修理内容に間違いがないか確認します。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。